白馬雪山は中国雲南省徳近県東南部にある標高5429メートルの山。乱走港と近祭及びその支流士どもへ落川の分水嶺でもある。山頂付近では年中雪に覆われ氷河地形が発達している。214国道の中部で標高4230メートルの白馬雪山の峠を通過する。白棒雪山。 白坊雪山とも言われる。主に山畳期の砂結岩の地層で構成されており、典型的な新植産地である。最寄りの空港は、デチェン、シャングリラ空港で、国道214号を来るまで、約2時間。毎年12月から翌年3月にかけて、大雪の季節になるので、基本的には、車両の通行が不可能となり4月から11月のみ、毎年通行可能となる。 白馬雪山は、動植物資源が豊富で黒金糸猿を含めて、1、2級保護動物23種、出植物30種が保護されている。4月過ぎた頃になると、花が咲き、雪が溶けて、山の斜面には、尺投げが満開となる。雲南省地方紙編纂委員会、中華人民共和国地方市総書、雲南省市、牧一千里氏。昆明、雲南人民出版社。 ピアニッシモ 225ISBN7-222022473K255 白馬雪山自然保護区成立管理局七歳雲南保護行動をもう。2012年7月4日閲覧ありがとうございます